こんばんは。今鳴っていたのは森重久弥さん。まだそこまでは行ってない。道端で息絶えた蝉の羽を少し揺らして秋が来た。時間だけが苦い思いを癒してくれると、あと何回その言葉を聞けばいいのか。売り切ればかりでもう頼むものがない。僕の人生のアラカルト、通り過ぎてゆく人の流れを冷ややかに見つめることよりも、なぜか愛おしい一人一人が、一人一人の寂しさが売り切ればかりでもう頼むものがない。僕の人生のアラカルト、道端で息絶えた蝉の羽を少し揺らして秋が来た。この歌を作ったのはもう随分前で、作った頃にはまだその歌の通りの人間じゃない、若いのにこんなこと歌ってと言われましたけど、今はもうそのものです。